男性の皆さん、朗報です。耳の穴かっぽじてよく聞いてください。女性は、エロい男が好きです。あるアンケートでは、84% の女性が、エロい男が好き、と回答しています。つまり、エロいことは悪いことではない。これは、我々男性側のエゴではなく、紛れもない事実なのです。でも、我々男性が思うエロさと、女性の言うエロさ、同じ意味合いではなさそうなんですよね。今日は、女性が好むエロい男、というものをしっかり学んで、あなたのエロさ、武器にしちゃいましょう。おはようございます。モーニングドッグショーお金と心理学ファイナンシャルプランナーのチキンです。心理カウンセラーターキーです。このチャンネルでは YouTube、スタンド FM、Twitter、Instagram などでいただいたメッセージをもとに日常生活にちょっと役立つお話をしていきます。動画をがっつり見るもよし、ラジオ感覚で聞き流すもよし、都合よくご活用ください。よろしくお願いします。今日は男のエロさを学ぼうということで、はい、まず冒頭も少しお話したアンケートからご紹介させていただきます。うん、20代よりワンランク上を目指すアラサー女性の情報サイトウートピさんによりますと、すごいね、アラサー女性1017人にエロい男性は好きですか、というアンケートを行いました。いいアンケート。その回答に対して好きと答えた女性は859人、実に 84% の女性がエロい方が好きと答えたということなんですね。これはもうまさに朗報ですね。朗報以外の何者でもないです。まあでもその方が女性からしても健全な印象でいいのかな。エロいのね、剥き出しにした方がね、そうですよ。ただこれ中身が非常に重要でして、エロい男性が好きと回答した人たちは、まあどういった回答、まあどういった意見があったのか、少しご紹介させていただきますね。もう大事ですよ、どういうところをエロさと言うんだと。そういうことですね。こんな回答が多かったんです、男らしくてかっこいい、セクシーな人に惹かれる、前面に出してくれた方が楽に接することができる、余裕のあるエロがいい、エロって本能でしょ、本能を出せる男性はとっても魅力的だと思う。なるほど、セクシーとか余裕とか、まあ、確かに男の考えてるエロさとは若干違いがあるというか、ね、特に我々は男子校出身ですから、エロい男性っていうと、まあ、下りのエスカレーターに乗ってる時に上りのエスカレーターのスカートの女性探すとか、ちょっと偏りすぎますけどね。でもまあ我々男の考えるエロさってざっくり言うとそんな感じね、そんな下品って言ったらあれだけど、まあ、ちょっと下心というかね、まあ、スケベーな感じというかね、なので一言でエロいと言っても女性にとって心地よいエロさっていうのがまあとても重要みたいですね。でこの女性の大半がエロい男性を好きっていうの中にはですね、草食系男子とか絶食系男子と言われる人への不満を表す意見があって、それの消去法的な方で、エロい方がいいというご意見もあったみたいなんですね。不満。はい。こういった意見ありました。草食や絶食男子よりはいいかなとか、誘ってるのに手出さない草食また絶食男子なんて男じゃねえよと。なるほど。まあ、要するにエロさとは積極性というか行動力みたいなところも含めての意味として捉える女性も多いと。そう、積極性行動力ね、そういうことですね。ちなみに 16% のエロい男性が苦手と答えた女性の意見、この意見がありました、嫌悪感を感じる、男は怖い、加減があるよ、男性がエロかったら拒否反応が出てしまうと。そりゃ当然だよね、限度節度は守らないとね、嫌な人から嫌なことされたらね、そりゃそうでしょ、なので行動力は持ちながらも清潔感もあってちょうどいいエロさ、これが重要になってくるという話なんですね。じゃあそのちょうどいいエロさって何なのさっていう話を今日はね、男性向けそして女性にも聞いていただきたい話だと。ちょうどいいエロさね、はい、男性は学ばないといけないですよね。まあ、積極性と節度をね、そのバランスをね、そう今日は男性のエロさについて考えていきたいと思いますので、この後も興味のある人はぜひグッドボタンを押していただいてから続きも見てもらえたら嬉しいです。はい、このチャンネルではね、少しでも皆様のお役に立てたらいいなという内容の話を月水金の週3日配信してますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そうですね、心理学や雑学に興味のある方、お金に興味のある方、そして我こそは肉食女子だという方もぜひチャンネル登録をお願いします。猛獣のような女性はいいよね。今日は男性のエロさについて紐解いていきたいと思います。お願いします。男性のエロさ、これ一言で要約すると色気ですよね。色気、間違いないね。先ほど紹介させていただいたアンケート結果からも、
積極性行動力というものがとても大事だということは分かったと思うんですけど、品のある適度なエロさってなんだっていうと、やっぱり色気ということになってくると思うんですよ。ジョージ・クルーニー的なね。で、一言で色気と言っても、なんとなくその輪郭がちょっとはっきりと分かりませんよね。いや、分かんないよ、うん。うん。ここからはその色気というものをもっと分解して調べていきましょう。いいですね。女性が男性のどこに色気を感じるのかというのをですね、うん、アンアンさんが、アンアン公認心理師の山名優子さん監修のもと実際に行ったアンケート、これ20代から30代の女性141人に行ったアンケートがあります。あ、もう実際に取ったアンケートがあるんですね。はい、あります。で、その結果を見て、山名先生、こう分析してるんですね。アンケートを丁寧に見てみると、その対象はいわゆるフェロモン系の男性ではなさそうだと。ではなさそう。はい。続けてこう言ってます。はい。人の心理には自分に足りない部分を補う人に強く惹かれるという傾向があります。何かに対して足りてない、ひいては色気を感じるかは時代や社会的な背景の影響を受けやすいと。ちょっといまいちよくわからなかったんですけど、まあ、つまり色気をどこに感じるかは、まず自分にないものに対して感じやすい。そうです、そうです。それが一つ。それが一つ。それと、どこに色気を感じるかというのは時代背景とかに影響されると。そういうことなんですね。ほう。そう、時代背景に変わるので、まあ、変わっていくと。変遷していくと。うん、はい。では、その色気のある男性が、時代背景でどう変化しているのか、今、現代はどうなのか、ちょっと詳しくアンケート見ていきましょう。そうしましょう。まず一つ目のアンケート。男性のどんなところに色気を感じますかという問いに対して。男性のどんなところに色気を感じますか。はい。うん。これ、複数回答かではあるんですけども、トップ3だけ発表させていただきますと、うん、1位は、雰囲気で 67%、うんうん、2位が仕草で 37%、 3位が表情 28% ということでした。雰囲気、仕草、表情。はい、うん、顔立ちとか背の高さとかね、ビジュアル面を抑えて上位に来たのは雰囲気、仕草、うん、表情ですから。うん、どうですかこれ、チキンさん。そうですね、こう内面から溢れ出てくるものっていう感じなんですかね。もうまさにその通りですね。山名先生はこうおっしゃってます。色気はその人の経験とか育った環境によって培われるものだと。つまり内面から溢れ出てくるところによるところが大きいと。そして雰囲気、仕草、表情には動きが伴いますよね、うんうん、人は静止状態の対象よりも動きに注目しやすく記憶に残りやすい。そういう意味でこの3つに色気を感じる人が多いのではないのかということですね。だ、静止画より動画の方が記憶に残りやすいと。なので雰囲気とかね、うん、はい、そういうことですね、うんうん、昨今の色気はビジュアルよりも内面から滲み出るものの方が重要だということなんですね、うん、そうか。じゃあどんな内面の人に色気を感じますか、うん、というアンケートいきますね。どんな内面に色気を感じますかと。はい。これはダントツで心に余裕がある人、これが1位で 58%、うんうんうん、その次がクールで全てを見せない人 20%、 そして3位がギャップを感じさせる人 10% ということです。心に余裕がある人、クールで全てを見せない人、ギャップを感じさせる人。はい。ほう。最多の回答があった心に余裕がある人ですね、うん、これを感じる瞬間は誰かを気遣ったりとか、誰かをケアしてる瞬間という回答が多かったんですね、うんうんうん、で、心の余裕っていうのは経験的に身につけた自信とか受け止める力の現れですからね。あ、もしかしたら経済的な要素とかも関係するかもしれないですよね。金銭的な余裕、まあシンプルにそれもあるかもしれないです ね、この時代ね、何かと不安定というかね、ストレスフルな時代ですからね、うん、まあ、やっぱり余裕のある男が魅力的に映るということなんでしょうかね。それもあるかもしれないですね。もう希少性が高いのかもしれないね、うん、そういうことか。はい、うん、で次にですね、次のアンケート、どんな姿に色気を感じますか、うん、というアンケートを行ったところは、1位は真剣な眼差し 45%、 2位がはにかむ笑顔 27%、 3位が切なげな表情 14% ということです。真剣な眼差しに一番色気を感じる人が多いと。真剣なですからね。ただの眼差しじゃないと。はい。これはね、やっぱギャップらしいですよ。ギャップね。はい、うん。普段は穏やかなのに仕事では真剣だったりとか、うん、そのギャップに惹かれるということで、うん、まあ人間はね、緩急に心揺さぶられるという心理がありますから、それが色気にもつながると考えられます。じゃあ普段ふざけてる男性ほど、はい、その真剣な眼差しは色気を醸し出すのには効果的だと。もう振り幅が大きいと。すごい。はい。いいね、で最後ラストの質問ですね、うん。どんな仕草に色気を感じますかというアンケート。
仕草ね。はい。うんうん、我々男性が女性側を見るときには、うん、こう、女性の髪をかき上げる仕草とかね。うんうんうん、あとはもう、まあ、ちょっとあれだけど、前かがみになったときちょっと胸元見えそうとかさ、うんうんね、いいね。スカートのとき足組み替えてる女性とか、もうシンプルに色気感じたりしますよね。しますね。うん、あとラーメン食べてるときとかね。うん。わかるよ、うん。女性は男性のどんな仕草に色気を感じるのか。気になるね。1位は、はい、腕まくりをする仕草で 29%。腕まくりね。はい。うん、2位は、ネクタイを締める、緩める。この仕草で 24%。うん、3位は、車を運転する仕草で 21% ということでした。女性はなんか、エロ目線で見てない気がする。僕らで言うとね、シンプルに、こう、なんかこう、下着が見えそうとかね。なんか、そういう時に興奮しちゃうわけなんですけど。そうそうそうね、女性のアンケート結果はね、品がありますよね。品がありますよ、うん、確かに。で、山名先生もこうおっしゃってます。男性の色気の定義は、昔と比べて多様になってきました。うん、ただ、生物学的なところで言うと、力強さとか、自分にないもの、うん、自分にない部分が、女性の心が動くポイントだと思います。というところで。そういうことなんですね。はい。なので今日まとめると、うん、ビジュアル面よりも雰囲気仕草とかね、うんうんうん、まあ動く対象のものに色気を感じるというところが昨今のね主流なのかなと。そういうことか。で、女性は自分にないもの求めますということでしたね。うんうんうん。うん、いやーね、男から見たらね、女性にどんな色気感じますかって言ったらね、パンチラとかね、そちらって考えちゃいますからね。そう、お尻から覗くさ、お恥ずかしい。そう、本当ちょっと脇から見えるとかさ。なんかさ、そういうことばっかするさ。そうだよね。本当に。女性は本当やっぱ素晴らしいね。素晴らしい。うん、もう、もう、特に我々は男子校だからさ。うん、それを、大きな声で会話してたから、本当に申し訳ないと思う。本当。本当に。本当ですよ。女性に、本当謝ろう。もう、うん、だから、もう、男性視聴者さんも、うん、はい、一緒にね、うん、声を出していただきたいんだけど。そうですね。うん。もうちょっと、代表して、うん、僕らが、今日はね、謝りたいと思います、うん。お願いします。本当に、申し訳ございませんでした。でね、本当に女性たちを、常に日頃から、いやらしい目で、うんうん、あわよくば、なんかこう、下着を見たいとか、うん、もうそういうこと、本当に申し訳ないなと思います。はい。本当に、申し訳ございませんでした。チャンネル登録お願いします。ご質問ご相談ご要望何でもコメントください。 Twitter、Instagram でも受け付けてます。それではさよなら。